おはようございます。おそばです。おはようじゃねえな、もう昼だな。忙しいのにマジでよ。 X になんだっけ、名前が漢字でわかんねえんだよ。顔半分だけ出して眼鏡のやつよ。昔もちょっと絡んできてて、なんとかよしとかやってたけどさ、いよいよ俺に絡んできたな。なんつってたっけ、会議の内容を録音して表に出すなんて、それは犯罪ですとか言ってね、言ってましたけど、だから、ね、犯罪だって言うんだったら、ね、おまわりさんに言いなよ。警察に動いてもらえよ。アクション起こしてだって匂わせてんじゃなくてさ、おまわりさんに止めてもらえやいいじゃん。相手してくんないから。今までの、過去にだって、ね、議員さんだったりなんかがさ、パワハラの音声録音されててさ、それが表に出ちゃって失脚してる人たちってたくさんいるじゃない。じゃあそれ表に出した連中で捕まったんか？逮捕されたんか？あ、参政党は公党だ。ね。内部の情報を表に、ね、出されたくないことがあって、シコシコやってんだったら、もう本当に、いつもやってるみたいな身辺チェックみたいにやれんじゃないの？今もうさ、その元秘書のさ、人が出したのか、また別の人間が出したのかとかってさ、それも多分そうですとかってなんか書いてあったけど、もう自分たちサイドでも、もう多分とか言っちゃってんだからさ、もう分かってないわけじゃない。誰がどの情報を出してるかって。今真の工作員そこにいるじゃない。参政党の内部にさ、ね、もう疑心暗鬼になって、ね、もうそこに居づらくなってる人たちも、もう自分のさ、身を守る方に行ってるわけでしょ。で、あと藤村さん、みこねこさんが、再生数稼ぎでやってるだって。一回全部みこねこさんのチャンネルのさ、人気動画見てみなさいよ。ね、30万、40万とかさ、叩いてるやつは参政党のネタなのかって。で、今チャンネル登録剥がしもされてさ、ね、アンチもバンバン湧いてきてんのにさ、わざわざ参政党の内容やってるわけじゃん。数字稼ぎでやれてるのは俺ぐらいだよ。で、仮に俺だって本当に YouTuber やりたかったら、別にこのネタやんない。だって決め打ちだもん、もう数字の伸びなんて。じゃあブレイキングダウンのさ、友達とかさ、ね、金かけて、時間かけて、ね、戦略的に有名な YouTuber とコラボして、なんか違うことやれば、そっちの方が全然伸びるよ。アホかっつうの。苦しいぜ。で、あとまあこういうことやったらね、その本人に危険が行くんだってことも分かんなかったのかって、それ認めてんじゃん。内部情報を漏らすってことは、ね、参政党はそこに対して、カツアゲしたりとか脅迫したりとか、ね、アクションを起こすって認めちゃってんじゃん。スパイだの工作員だのさ、ね、戦争ごっこしてんじゃないよ。いや、本当に喧嘩したいんだったら、俺とやろうよって言ってんの。こんな動画とか、X とか、ごちゃごちゃ言ってんじゃなくて、そもそも平和主義な人たちが参政党に多いわけじゃない、おそらく、もともとは。好きじゃないんだよ、あんな戦争だとか、スパイだとか、工作だとか、情報戦だとか、人と争ったりとか、するのは。見てらんねえから俺が出てきてんだろうがよ。X でごちゃごちゃ言ってねえでさ、警察とか署長とかちらつかせたって、俺何とも感じねえかんの。やりたきゃやれよ。余計やる気出るわ。俺貧乏人だから、その方が数字取れんぞ。がむしゃらにやるよっつったら、本当再生数狙いでさ、
すぐにメンバーシップもやっちゃおうかな。ニコちゃんもニコニコとかもやっちゃうよ。もうお金欲しくて。ねえ。訴訟なんかされたらさ、お金かかっちゃうでしょ。ねえ、警察に捕まったらさ、拘束されて働けなくなる期間も出るわけでしょ。別に、俺が警察に捕まったら彼女は悲しいけどさ、そりゃ、うん、別に社長は仕事、ねえ、別に、クビにすることはないから、うちの社長は。うん。あと YouTube で頑張るよ。その時は。真の YouTube、初めて YouTuber として頑張るよ。うん。で、何？じゃあ俺がそういう発言してるってことであっても、このチャンネルもバンできないでしょ？うん、賛成とのネタぐらいじゃ。名誉毀損だっつって訴えてみろ、この一生懸命 YouTube を。止めてみろ。ワックンのこととかさ、ね。ハングロのこと以外さ、話してなかったらさ、別にさ、痛くも痒くもねえんでチャンネル剥がされたりとかするぐらいで。おまわりさんに言って、ね、犯罪であるんだったらば、しょっぴいてもらえなよ。で、あと、一生懸命抗おうとしたって、もう止まんねえし、火に油注ぐだけだぞ。うん、俺らにガソリンくれてんのか？え？俺がじわじわ、参政党に興味ない人たちにも広げてってあげるから。うん。俺の X だって、ね、俺の元々の YouTube だって別に全くこの事案に興味ない人たちが最初、その人たちしかいなかったわけだよ。うん。それもリスクだぜ、こっちからすりゃ。やだよ、こんなクソみてえな動画ばっか撮ってんの。それわかってないよな。うん。こっちは覚悟持ってやってっから顔出しもしてやってるし、批判されようが別に。ね、俺は平気だからさ。うん、もちろんムカつくから、ね、辛かせよって思うけどよ。うん。一回箔がついた方がいいと思ってんのよ。若い頃ね、いつもギリギリセーフだったから。うん。たく忙しいのにさ。あれてめえの顔か？あれはあのアイコンは誰か人の使ってたらマジで恥ずかしいぞ。はい。まあいいや、もう一回整理しようかな。ああ、今から買い出し行かなきゃいけないのに。そう、犯罪だっつって、ね、言うんでしたら、はい、すぐ、じゃあおまわりさんに言っても、だから、もう、法だとかさ、民事だとかさ、刑事だとかって言ってんだったらさ、ね、覚悟持ってやってるんだから、動画出してる人たちは。とことんやりにくいじゃない。で、ビビって、それで止まるやつを相手にしなきゃいいんだよ。じゃない？お蕎麦も止まんないし、ミコネコさんも止まんないし、カッチャンネルさんも止まんないし、ね。後から、YouTube にですね、その人たちの影響を受けて、顔出しして勇気出して発信してる人たちは、1ミリも止まる気ないよ。うん。もうリスク背負ってんのは覚悟の上さ。うん。そんぐらいの覚悟でやってくから、おまわりさんに言うなり、ね、スラップ訴訟するなり、好きにやんな。10倍ぐらいの、発信でやるわ。うん。喧嘩したいんだったら俺としろ。もう X とかで言い合いとかもうだるいの、本当にだるいの。うん、本当ね、めんどくせえから。逆に今クリーンになんかしていく方があんたたちにとって都合いいよ、はっきり言って。うん、
だから僕らガチャ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 騒いで、賛成党っていうのがいかにやばいってことをですね、あ、これじゃ触れちゃダメだって、近づかないようにしようっていうようにしてるわけだから、これ以上騙される人ができないようにさ、うん、もう少し考えてみんや。はい、以上、北朝鮮の工作員おそばでした。買い出し行ってきます。